皆さんこんにちは。はい、こんにちは。暑い。暖かいっすね。暑い。実はね、もう釣り終わった後なんですよ、ね。そうなんです。世界が終わるまでは。いろいろあってね。いろいろがいろいろ重なってから。ヘトヘトなんですよ。右手上がんないとか言ってるんですよ。マジっすか。その前触れがいろいろあるんですよ、ね。いろいろあるんですよ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は何なんですか。今日は京都でエギングの方をね。エギングの方。サポッティングの方。サポッティングですよね。やっていきたいと思います。おー、来ましたね。やりました。潮がちょうど聞き出しましたもんね。もうめちゃくちゃ聞いたんですよ。ですよね。はい、そのタイミングです。あー、やばい。はい、0グラム、OK でーす。あります。750あります。750。わ、いいっすね。何ですか、それ、今日のやつは。オロチドッポです。オロチドッポ？バキのやつですね。汗かいて。釣れました。これ、なんかな、スルメかな。どうしたのよ。やったのよ。ほら、見てみなさいよ。やったじゃない。言っちゃうと長くなるんだよね、またね、うん、まあ今日はナイトエギングでサポッティングしてきましたよっていう、あそこの港だけで全体で20杯分かってますよね。そうですよね。1箇所だけなんです。1箇所だけですよ。僕らの前に中学生ぐらいが10杯以上あげてますよね。あれこっち全然釣れてないのにあー来た来た、どうしようこれ、ギャフねーわーとか言ってるんですよ。おじさんギャフ貸して、まだ若いよーって髪の毛の色染めてるんだよこれって。 What did you think about the ride? It was great!Apparently, I've never been on live television before. 今回車中泊したんですよ。2、3時間寝たとかな、うん、車の素敵や堤防の先端で寝てたんですよね。芯から冷える、もうコンクリートがキンキン、うん、キンキンに冷えてやがる。寝た死ぬってなりましたから。寝たら死ぬぞ、起きるんだ。もう夜は良かったですね。良かったです。今日はサポッティングの、はい、動画の方よろしいですか皆さん。勝手にほーい。なんか、カビかなんかありませんか？何？カビかなんか。タモ？ああ、オッケーオッケー。イエース。ママでかい。900ぐらいありそう。はい、サイズ。ナイス。ナイス。イエーイ。よし。優しいお兄ちゃん。ご機嫌いかがですか？さあ、今日はスーパーシリーズ。さて、皆さんお待ちかねのナンボーです。どうしましょう、どうしましょう。これ上げれる、上げれる。上手。でかくない？でかくある。あ、でかくある。いや、連発やん。いや、映画って本当に素晴らしいもんですね。出たんじゃん、出たんじゃん。ドラッグがよかったけど、だが断る。さすが。どう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 。あー、でかい。一回逃がした。バラさんごとよ。おお、うん。ビビしてます。ゼロゼロです。はい。どうぞ。1.060。1.04。ギリ。あぶれ。顔が汚いの。どんな感じだったんですか。ボトムからずっと引っ張ってきてたんですよ。あ、ボトム。トンってなって、ゴ、うん、ンって引っ張ったんで、グッと合わせたら、うん、やっぱドラグがちょっと一発目緩くて逃げたんですけど、2回目追ってきましたみたいな。あ、素晴らしい。もう食べたかったんでしょうね。エギは？リアルイソスズエギ。いいよ、いいよ。3.55。3.55です。おめでとうございます。レーコンとイカは。一心同体です。ギャフいましたね。モゾモゾ系でしたね。ちょっとマー君が来るまでゆっくり。リリースしたいんで。メスで多分産卵前だと思うんで、ちょっと貸して。はい、え、やりますか。したいと思います。サクッとじゃあ。はい。はい。ゼロゼロ。はい。はい。975、98。9ぐらいでしょ。うん。返してあげましょう。ありがとうございました。
デュエルのね、モンスターマスター、ダートマスターですね。ダートマスター 3.55 ナイスです。ナイス、とりあえずよかったっす。ナイス、おーらー、きたー、いいねー、でかいやろ、結構でかいやろ。あかん、こっちにちょうだい、こっちに来て、カメラの映らん。メスだったんでね、ギャフだけはやめて手繰り寄せたいと思います。ちょっと待って、オスやん。わーら、またやったね。これどんな感じだったんですか。見えてるやつをね、回遊してきたんやもんね、はい、測りましょう。あ、キロなしーずね。950、うん。あ、一言ちょっとリスナーの皆さんに。何ですか、怖い。ほら、リスナーの皆さん、言うたろ、言うたでしょ、そうなりますよってもうね、わかるの、霊魂で話ができるのいかと見て、この中に入ってきてるから、もう入ってきてるから見てよ、でかいな、大きいじゃないですか。見えるかな。いや、見える見える見える見えた。来ました、上がってきました。でかい、大きい大きい、大きい。はい、00です。735サービス、はい、右はですね、キャストプラスの 3.5 軽村のグリーンが入ってます。どうしたんですか。今イカ抱いてます。抱いてます、抱いちゃってます。抱いちゃってますね。イカですね。イカですね。イカでしたね。イカです。あ、あ、このイカ、しかも張りがかりしてない、見て、味を食べたいだけっていう。一緒にどうぞ食べてください。どうしたんですか。イカみたいなのが来てると、遅い、行かない、行かない、行かない。やりました。え、それ初めてのさ、はい、アジの泳ぐ全体煽りじゃない。いや、で、間違いないです。300ぐらい、ね、300ぐらい。わあ、よかったですね。よかったですね。おめでとうございます。返してあげましょう。え、返してあげましょう。ありがとうございます。あ、上手。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お見事です。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ポテンシャルが高い。高いですね、うん、個体がでかい。私たちがよく見る水面に上がってくるちっちゃい、うん、あのこうやってこうエビを見てるやつがこんくらいありますから。俳優のイカがでかいのよ、すごいのよ。で、どうせこんな大きいやつエビ見ないんでしょって思ってポンって投げるでしょ。すごい行くんですよ。カーブの仕方がかっこいいんですよ。もうなんかシューみたいな。わかるわかる。ね、俳優の多分群れですよね、あれね。群れがちゃんと入ってきてた。一匹釣ったらそれに 2,3 倍ついてくる。しかも同じ個体、同じぐらいの個体。どうなんなんでしょうね。どうなんやろうね。餌をあれしてんのか、そのつがいでこう一緒についてきてるのか、ちょっと分かんないですよね、うん、3匹ぐらいいたから。ボス？ボスなの？ボスじゃなくてバカよ。観光機バカよ。バカ出るわよ、あなたのジャケットに。ってことでね、今回チートポイントでハルイカエギング爆笑ということで、はい、皆さんこれ見て面白いなと思ったらチャンネル登録と、はい、天国のぼれチュチュチュ天国のぼれチュチュチュよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイーっとすこい。